アリダス、アリマヒュ、アリマヒュ、アリマヒュ、アリマス、うん、しか出せんかったよ、うん。どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元笠間職員の下田花です。皆様いかがお過ごしでしょうか。うわ、私は元気にやっております。うわ、怖いな、逆に怖いな。よろしくお願いいたします。今日はね、あの、はい、金縛りの話をね、おお、僕の大好きな金縛り、したいなと思って。昨日も僕金縛りありましたからね。あ、昨日あった、あったった、出てきた。昨日はな、元気堂の社長出てきた。あの、共感できる人ほぼおらんと思うんだけど、うん、まあ、金縛りってさ、金縛り中に面識見てめっちゃいろんなもん見んね、うん。で、怖いから、うん、自分が怖いと思うものを想像してもうたらめっちゃ出てくんね、うんうん。あと手掴まれたり、こんなんやられたりとか。はい、感覚もある。感覚がすごいのよ、金縛り中って。でも、僕、旦那さんに慣れてきてさ、今怖ないね。来ても鬱陶しいなぐらいになってきて、うん、最近嫌なのは、金縛り中に腰ばされるってやつ。ええー。あの、手が出てきて、ずっとこう、出られない。やめて、動かへん、やめてっていうのが最近の流行りやな、今の僕の中では。めっちゃ苦しいね。そんな人に、うん、あの、こちらを、ありがとうございます。なんやねん、もうええねん、あれ関係ないやろ。で、今日はね、はい、あの、周吉が教えてくれたんです。ああ、周吉くん、はい、はい、これ女性、まあ、A さんとしますわ、はい、A さんがね、ある夜金縛りにあった、うん、で、まあ、これ表現が結構人それぞれやなと思ってるんだけど、うん、金縛りになって、ムー、ムー、ムーって言ってる。あんま聞いたことない。いや、でも、まあまあ、わかる。わからんでもない。わかる、わからんでもない。うん、なんか、ムーって感じやもん、確かに。ムー、ムーってもがいててって。うん、で、かすかに目が開いたから、うん、こう、ちょっと開い、こう、ちょっと見たら、うん、まあ、怖くて、怖かってんけど、うん、見たら、男がおった。うんうんうん、まあ、まあ、よくあるやん。うん、そうじゃな、その男は、うん、ちゃんと見る気があるのかって言ってきたらしい。で、怒鳴られたらしい。で、自分、ムームーってなって、金縛りあるやんか。で、でも、あってびっくりしたから、うん、答えなと思って、うん、ありますって言おうとしたら、うん、で、口が回らんからさ、うんうんうん、ありたす、ありたす、ありたすってずっと言ってて。なんか、あれ、ブラック企業の社員みたいな。ありたす、ありたす、ありまひゅ、ありまひゅ、ありまひゅ、あります。うん、しか出せんかったよ、うん、でも言ってて、うん、で、この A さんは結婚してんねんけど、うん、そっから目覚めて、うん、で、何やったのと思いながら、後日旦那さんに、はあ、ちゃんと見る気があるかって言われた男の、まあ、風貌特徴とかを話すと、うん、なんと元旦那さんの亡くなったおじいちゃんにそっくりだったということが判明して、はあ、まあ、思い返してみるとどんないい人だったのかな、見てみたいなってずっと思ってて、ああ、会ってなかったから、はい、それで出てくれたんじゃないかという。そしたら目つぶってるから見るかんのかそうそう、お前が見た言うたちゃうんかみたいな感じだったの。あ、おじさん言うたんか。でも一瞬でわからんかったけど、はい、ありますって言ってるから、うん、なんか悪い気せんかったよ。ああ、ええやん、ええやん。うん。というちょっと面白い縛り。いいですね。だからそれもだから、そのおじいさんのこと知らないはずに出てきたっていうのが、そうそう、こういいですね。不思議ですよね。あ、そういう金縛り体験したいな、マジで。ああ、だからそういうのはないのよ、単純に自分の怖いものが出てくるだけやから。だからそれはやっぱりただの、それはほら物理現象やん。そうそう、僕の場合は症状やん。脳が起きてる、うん、体が寝てる、寝てる状態なんで。そうそうそう、それは神秘的な金縛りとは違う。では違う違う違う、うん、まあ、でもいつか起きるかもしれないですよ。でふわーってこう目開けるやん、うん、だから今回はあのいつもの金縛りじゃないみたいな、うん、ああ、でゆっくり目開けたらなんかパーって光ってるんですよ。それはえ、お腹の上え、なんか光ってる、うん、ああ、あれ、何、いや鋼やないかい。もう言えんねん。案件ちゃうやろ別に今日は。いや、案件とか関係ないから。なんでやねん。関係ないから。そうですか。これだからプロモーション含んでないです、ね、これはプロモーション含んでないです。別にね、出してるだけやしね。僕は好きなものをただ紹介してるだけや。別に置いといたらいいんじゃん、もうそれやったら。いや、そこまで安売り寄せんの。なんでね、いや、これないやん。ここはないから置いといた方がいい。そこまで安売り寄せる。そこまで、あ、そう。うちは。あ、そうですか。うちの会社は。だから、金縛りといえば、あれやな、その僕も、
意味わからんのはね1個。あ、1個 ?1 個だけ、うん、確実に意味わからんやつ、はいはい、まずここに人が乗ってるとかこうあるやん、金縛り中、うん、であれは、まあ、大体医学的にも証明されてるわけよ、うん、原因というのは、うん、でそれはもう僕も分かってるし、はいはい、確かに要はあんねん、あ、この胸の辺で、そう、ここに立ってるとか、はいはい、もう要はあんねんやんか、うん、であれって感覚が研ぎ澄まされてるから、うん、例えば布団をかぶっててこのほっぺたに布団がひゅってついてた場合、うん、この状態で金縛りになるとここに手がこうやってガッて掴まれてるような感じなの。それぐらい敏感になる、増幅されんねんあれって。まあそう考えたら、うん、あの体触られたとかもう全部そうなんよ、うん、布団のね、そうそうそう、とか風とかでもそう、風とかでもやっぱり要はこう触られた感じにもなるし、うん、みたいな中で意味が分からんのが、あの金縛り中にですね、うん、ストーンって落ちたことがあんねん。おこれ聞いたことないやろ、うん、ほんまに布団で寝てる、寝てて金縛りになってるわ、ストーンみたいな、おでヒューンってめっちゃ落ちていって、いやもう結構で真っ暗なんや周り、うん、真っ暗なんやけどなんかこうヒュンヒュンこう、うんうん、見えるから、うん、落ちてることが分かんない、うん、え、なんこれ、なんこれ、なんこれ、これ何、なんやこれって見てたら、うん、なんかガキみたいなそうが見えんのよ、地獄行ってるやん、がそいつがヒュンヒュンってこうだから落ちてるのよ、地獄行ってるやん、ってガキより下に行ってる、これやばいんちゃうみたいな、ガキより下に行ったらもう無理やん、ほんで下ドライになってんで下見たら、うん、めっちゃ遠くの方にな、うん、なんか光がある、うん、鋼って書いてたかもしれん、いや書いてたよそれが、うん、なんか下の方がゆっくり来たらめっちゃ長いんや、でいやこれはあかんやろと思って、うん、なんとかちょっと起きなあかんと思って起きたっていう、あれめっちゃ怖かったわ、じゃあ目の前に DD ナールがあれ怖かったな、それは不思議ですね、なんか落ちる感覚ってあんまりないからね、ないね、しかもすっごい距離ですね、うん、すごい距離を、あれはちょっと嫌でしたね、はい、というのがありましたけど、まあ金縛り体験もやっぱすごい面白いんで、うん、ぜひぜひね、いただきますので、うん、ぜひぜひどんどん教えてください、はい、もうリアルで怖いですからね、はい、それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございます。